風邪気味でずっと声がおかしいんですけども、今回こちらが届きました。はい。眠りをより楽しむための睡眠用うどん。はい、こちらどうですか？睡眠用のうどんでございます。食べれるのでしょうか？なんかネットで見てたんですけども、睡眠用のうどんがマジで寝れるみたいな。寝れるうどんってそもそも何って話なんですけども、ちょっと僕もよくわかんなかったんですけど、なんか人気すぎて、予約すると今からでも3ヶ月以上かかるみたいな感じで、僕もようやく届いたって感じなんですけども、早速開けていこうと思います。うどんを傷つけない程度で参ります。開封の前！これやっちゃいけないやつだ。これは絶対傷つけちゃいけないやつだ。すいません、開封の前にやめまーす。おお、待って、穴開いてないよね。だって俺3ヶ月待ったんだからね。てか本当にうどん、すごいすごい。中身はもう何も入ってないんです。細かい情報な。どういうことなんでしょう。なんだこれ、マジで情報がなさすぎてわからんのだが。うわ、でかっ。うわ、でかいよ。これある意味世界最大にでかいうどんですね。でも確かに見た目は超うどんなんですけども、なんだこれ。一応説明書入ってました。ちょっと読ませていただきます。でもすごい、ほらちゃんとうどん。なんか組み立て方があるみたいですね。おお、すごいすごいすごい。まあこれ結果的に言うと食べれないですね。なんか枕とか布団とかそういう役目のうどんらしいです。ややこしい。なんかこんな感じで寝るっぽいっすね。いいな。何この寝方。なんかすごいいろんな寝方があるみたいですね。かけうどんもうかけうどんになってるから。すごいな、なんかいろんな用途があるらしいですね、このうどん。でもなんかネットで見たんですけども、すごい寝やすいらしくて超売れてるらしいんですよ。すごいって聞いて3ヶ月待ったうどんなんで、結構マジで楽しみなんですけども、ちょっと今眠いんで早速寝てみようと思います。最近はここで寝てます。ちょっと本気で寝るから着替えていい？もうやるからには本気で寝るんでお願いします。よし、寝る気満々のマントル。はい、というわけで早速これで寝てみようと思います。やばいこれ！すごい！おぉ！ほぉ！すごいすごい！本当に寝やすいんですかね？でもめっちゃ売れてるって聞いたから多分寝やすいんだろうな。聞いてみたもののよくわからんぞ。これは？これ何？これあれか、洗濯ネットだ。うどん洗うときはこの洗濯ネットを使うらしいです。ぽい。その後、二度と洗濯ネットを見た者はいなかった。で、これは？乱れ防止用帯。なんかうどんが寝てるときに乱れるかもしれないんで、うどんの乱れそうなところに帯を作っといて、これでうどんが乱れないようになるらしいです。で、これ枕でしょ？これ本当に寝やすいんかな？なんかちょっといまいちまだ寝やすさが僕わかんないんですけど、寝れんのこんなので。なんかこんなうどんみたいな睡眠用具で俺寝れるとは思わんけどな。すいません、嘘です。でも、かけうどん。かけうどんしてみましょうか。こうやって。本当かよ、これ。これで寝るの？嘘でしょ。いやいや、これじゃ寝れんでしょ。こんなうどんかけうどんみたいにして寝れるわけなく。いや、寝れるけど、全然俺今、布団かかってないよね。もっと来てほしいな。なんかめっちゃいいわ。これ何がいいかっていうと、なんか通気性がめっちゃいいんですよね。なんか普通布団ってなんか熱がこもってちょっと嫌な感じ？暑くなっちゃうんですけども、このかけるとなんか通気性が良いから落ち着く。なんか安心感がある感じがします。めっちゃいいわ。かけるの超ありだな。続いてこの枕ですね。これを使って寝れるのやばい。こうして、おお、すごいすごい。やばい。なんかなんか枕も柔らかいし、布団かぶってる気もするし、このまま抱き枕にもできるっていう。いや、これすごいわ。神か。これ神か。やべ、なんかちょっと、トクロの最終状態みたいになってますけど。いや、これいいっすね。いろんな寝方があるのがまたいいですね。これいいわ。すごい気持ちいい。てっきり食べれると思ってた。いや、よくできてんな、これ。俺これからこれで寝よう。いや、すごいな。いや、発売1ヶ月でこれ2億円売れてるらしいですよ。あと便利なのは、なんかこう寝てる時ってスマホ触りたい時って布団から手出さなきゃいけないじゃないですか。そんな時もこうニュッと出せるらしいです。寝てる時暑いなと思ったら足だけこうやってニュッて出すともう涼しいみたいな。もうなんか全てにおいて最強の寝具らしいですよ、これ。ちなみに値段は16,800円。今ちょっと注文したらいつ届くんだろう。待って、今注文したら12月下旬に届くって書いてあります。もう今頼んだら結構すぐ来るかもしれないですね、これ。俺の3000